ここで過ごした夏のことを全部覚えてる？あそこでアメリカ人の子ナンパしようとしたっけ？ああ、覚えてるよ。カズ、なんで一緒に来てくれなかったんだよ。一緒に行く金がなかったんだよ。前もアメリカに来てくれてたら違う結果になってたはずだぜ。人生っていうのは現れては消える霧のようなもんだな。あの子なんかおかしいのよね。何も食べないし部屋からも出てこないのよ。あんまりずっとジメジメさせてたらダメよ。引きこもりになっちゃうわよ。あの子私にアメリカで勉強させてくれって頼み込んでたのよ。でもそんなお金私持ってなかったから、もしあの子に留学させてたらあの子があの事件にあったかもしれないのよね。罪のない男の子が2人、ただ悪い場所に悪い時にいただけなのに。ネットを使わせない方がいいわね。自殺クラブとかあるらしいじゃない。はじめまして。こちらこそ。今最後の一人を待っているところです。あなた家に炭なんてある？締め切った部屋で炭を燃やすと酸素がなくなって窒息死するらしいわよ。田舎の方で車の中で死んでる人たちが発見されたこともあったわ。一酸化炭素中毒ってやつよ。カズ。なんだよ。あなたタバコ吸ってるの？最終的にはどうでもいいことだろ。どうでもよくないわよ。お母さんはね。ほっといてくれよ。学校は？行かねえよ。もう一週間も行ってないじゃない。行った方がいいと思うわよ。てめえはダチが殺されてねえからわかんねえんだよ。カズ。ニューメキシコ州の主要都市はサンタフェになります。ここからずっと西に向かうとアリゾナ州があります。皆さん、アリゾナ州の主要都市知ってる人？それはフェニックスです。Everything is meaningless.All come from dust, and to dust all return. Who knows? The spirit of a man goes up, or the spirit of the animal goes down into the earth. 一体何があったんだ？カズ？一体何があったんだよ？あなた、学校で倒れたのよ。幻覚を見てたらしいわ。だから学校には来たくねえって言っただろ。ごめんなさい。もうたくさんだよ。こんな風に生きてたくねえよ。聞いて。もう私にはカズしかいないのよ。お母さんからそれを取り上げたりしないでちょうだい。